こんにちは、Gです。今回はエンドレス OS のお話。聞いたことがない？そうでしょう。メジャーなディストロじゃないので。でも知っておいていただきたい OS なので、今回取り上げてみました。エンドレス OS は6年ほど前に公開された若いディストロです。先月最新版 5.0 にアップデートしました。この OS 登場した時の歌い文句がすごいんです。世界の半分はインターネット環境がなく、ネット利用できない人たちが40億人いる。その人たちのためにオフラインで使えるエンドレス OS が開発された。ネット環境がないことを前提に、標準で100以上のアプリが用意されている。エンドレス OS はインターネット環境があれば、ネット端末としても利用できる。といった具合で、理念は素晴らしいでしょう。現在は専用ラップトップの販売も行っています。画面はエンドレス OS の公式サイトです。Windows 版と Raspberry 版や彼らが用意しているいくつかの端末用の OS がダウンロードできます。早速 Raspberry 版をダウンロードして試してみましょう。ここでダウンロードされるのはトレントファイルなので、適当なトレントアプリかブラウザーの機能拡張でダウンロードします。画面のファイルをエッチャーで SD に焼き、ラズパイに挿します。ラズパイを起動すると初期設定の画面が表示されます。日本語アンシーと設定を進めていくんですが、ユーザー情報画面でフィールドにキャレットが置けない、ユーザー名などの文字入力ができないんです。どうにもならないので英語でやり直してみましたが、同じ結果。インストーラーの不具合ですね。仕方がないので Windows 上で VMware で試してみることにします。今度は Windows 版をダウンロード。これもトレントファイルなので、トレントアプリなどでダウンロードします。ベーシックマルチリンガル版はファイルサイズ 3GB 程度ですが、特定言語版は 10GB 以上ありますね。アプリがたくさんインストールされているのはサイズが大きい方なんでしょうね。デスクトップ版のファイル名は画面の通りです。エンドレス OS はデビアンベースなので、デビアン 64bit で試してみます。仮想マシン名はエンドレス OS 5.0 としておきます。メモリー割り当ては 4GB、 プロセッサーコアは2とします。OS 起動までは少し待たされます。ここでは日本語選択だけで
まずはリフォーマットを選んで OS インストールします。終わるとパワーオフされます。 VMware で再度エンドレス OS を起動すると初期設定できます。日本語入力は ANSI が選択できます。デスクトップはこんな感じ。そのまま使える状態ですが、アプリはあまりないのでアクティビティは空っぽ。標準テンプのアプリを見てみましょう。とその前に一度終了して VMware の仮想マシン設定でエコー除去をオンにしておきます。これやらないと音割れで使えませんでしたので、ハックはコーディングやクリエイティビティのスキルを学ぶためのプラットフォームです。10歳以上が対象だそうです。画面はこんな感じで、ちょっと試しましたがよくわかりませんでした。ビデオ情報を見るとグノームプレイヤーとあるんですが、ドラゴンプレイヤーじゃないかな。どっちにしろまともに動きません。ショットウェル、これは著名な写真管理ツールですね。こんな感じで動きます。システムの構造をお勉強するアプリだそうですが、よくわかりません。サイドトラック、ゲームなんですがよくわかりません。ワークフォルダーにはリブレオフィスが一式入っています。ユーティリティフォルダーには一般的な GNOME アプリが21種類入っています。コリブリ、教育コンテンツのライブラリーアプリだそうです。コンテンツをダウンロードできる仕掛けのようです。ハック、システム、サイドトラック、コリブリといったエンドレス OS 固有のアプリはちょっと雰囲気が独特で分かりにくいと感じました。日本語入力は初期設定時に ANSI を指定しただけですが、問題なく動作しています。日英の切り替えキー割り当ては設定ANSI キー割り当てタブでオンオフのキーを追加するんですが、デフォルトでは2つのキーを割り当ててますが、半角全角キーは機能しません。追加を試したところ、先頭の割り当てキー1個しか動作しないようです。ファイルマネージャーは
GNOME ファイルが付属します。ブラウザーは Chromium です。ビデオが動かなかったので動画再生についてはアップセンターで VLC をインストールして試します。アップセンターはフラットパック系のようですが、かなり遅いパッケージマネージャーですね。動画再生はこんな感じ。Chromium はいつものようにフル HD、フルスクリーンでコマ落ちの様子を観察してみます。まあ、VMware 上での動作なのであまり意味はありませんが、動画でもないと寂しいですから。エンドレス OS、 理念は立派ですよね。ラズベリーパイ版のインストーラーは残念ですけどね。インストールしたのはベーシック版なのでアプリはほとんど含まれてませんでした。エンドレス OS ならではといった機能や仕様を期待してたんですが、特に何があるということでもなく、考えてみればアプリを大量にインストールしてそれを配布するのであれば、別にエンドレス OS である必要ないですよね。というより Linux ならどのディストロでも同じじゃないですか。ただ理念と現実のギャップが気になります。ネット利用できない人たち40億人の多くは英語話者じゃありませんよね。どちらかといえば話者数の少ない言語である確率が高い。我々日本語話者は1億人以上いるので、ローカライズは進んでいる言語になります。でも話者が少ない言語まで多くのアプリがローカライズされているわけがない。この現実を考えればネット利用できない人たち40億人と言わないまでも、せめて 10% の4億人に100このアプリを届けると考えても大きな大きな困難が伴うんじゃないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。ペロペロ事件というのがあったそうで、スシローへ行ったんですがびっくりするほどガラガラ。レーンにお寿司は回ってなくて、注文分のみ流れる仕組みに変わってました。お寿司が回らないと衝動買いがなくなるし、客単価は下がるでしょうね。面白いと思ったのは会計処理です。注文分の内訳がタブレットに表示されて、自分で金額確認します。これだと金額が不一致の場合のみ単純ミスか悪意あるトラブルかチェックすればよくて、会計処理の人件費が削減できます。監視カメラの設置などこれからもビジネスモデルが変わるほどの変化が求められるでしょう。
子どものいたずらだからといっても社会に与える影響や損失を考えると、こらだけじゃ済まないよう、司法がちゃんとお灸を据える社会貢献を期待します。ではまた次回。